ピセアタンノールは、スチルベノイド及びフェノール化合物である。ピセアタンノール及びそのグルコシドであるアストリンギンは、欧州頭皮の根に含まれ、またトゲハリクジャクヤシアニタムクライスタスタシアムの種子にも、含まれる。ピセアタンノールの化学構造は、カニングハムラにより、レスベラトロールのアナログであることが解明された。ピセアタンノールは、赤ワインに含まれるレスベラトロールの代謝物質である。 グルコシドであるアストリンギンも赤ワインの中に含まれる。1989年、インビトロでの研究で、エプスタインバールウイルスの関与する、白血病、非保持リンパッシュや、その他の病気に関わるチロシン器の厚 LMP2A を阻害することが示された。2006年の研究ラットに注射すると、ピセアタンノールは、急速に、グルクロン酸化し、生物学的利用能は乏しい。 2012年のパドゥー大学の研究では、培養中の脂肪細胞は、ピセアタンノールの存在下では、遺伝子発現の時期や遺伝子機能、インスリン活性が変化し、脂肪生成の遅延か完全な阻害につながる。ありがとうございます。